皆さんこんにちは、えみこしわむらのふわふわチャンネルです。イエーイ。このチャンネルは明るく楽しく史上最速で幸せになっちゃうふわふわの魔法をお届けしてます。皆さん、今回はめちゃくちゃ楽しいコラボをやろうと思っておりますよ。今日のゲストの方がもう素晴らしい人なんですね。それでね、この方はなんとなんと TTNE プロサウナを立ち上げて日本サウナ学会を設立した方です。松尾大ちゃんこと整え親方を呼んでます。イエーイ。こんにちは。どうもどうもどうも。どうもどうも、お久しぶりです。どうも、お久しぶりです。大ちゃん、ありがとうございます。お久しぶりでもないかもしれないけど、そうだね、ちょっと待ってるからね。今回ね、YouTube で、はい、取り上げたいなって言って、一番最初に出たのが大ちゃんなの。それもさ、WBC で野球がブームじゃないですか。そしてなんとね、大ちゃんサウナのね、学会やってるじゃない。そしてなんと今回ね、日ハムのエスコンフィールド、サウナ、温泉を立ち上げた。温泉プロデュースね、プロデュースさせてもらって、もうそれを聞いてね、ぜひね、そこは聞きたくて聞きたくて、もうエミちゃんね、この日を待ってましたよ。ね、皆さんもそうでしょ。もう大体さ、日ハムなんかはさ、大谷翔平選手とか、ダルビッシュとかね、ダルビッシュもね、2大スターが、ね、誕生した場所ですから、もう本当すごいですよね。すごいすごい。もうそしてそこの画期的な球場に変わったんじゃないですか。生まれ変わった。生まれ変わったね。もう今では世界的に有名になっちゃってますから。そうですよ。ね。世界初だったんですよ。世界初。サウナ球場にサウナつけるの。でしょ。そこちょっとね。深掘りしたいなって、ちょっと裏方の話をテレビでも一応やってるけど、大ちゃんならではの深掘りをちょっとお話ししてもらいたいなと思うんですね。皆さん、ね、結局あれってどのくらい前からやってたんですか？あれね、僕ね、大体3年ぐらい。3年、3年ぐらい定例会だなんだかんだっつってやってましたよ。行ったり図面見ながら、あのウェブで会議したりね、やってた。ちょっとテレビで見たんですけど、前澤社長だっけ、あの方が結局反対されたって聞いたんだよね。それでそれをなんか押し通してなんかやったって。そう、あの人すごいよね。なんかやっぱそういうね、リーダーシップっていうのは通していける人がいるとね、いいものができちゃうよね。できちゃいますね。その時に3年前っていうとさ、サウナブームもその辺からじゃない？ちょっとそうそうそう、ちょっとチラリチラリ来てた時に、ファイターズさんから連絡来て、整え親方って、まあその時もう整え親方なんだけど、整え親方になっちゃった。いつの間にか俺、いやでもさ、この本だって書いてますから。そうね、この本ですよ。本ね、2冊ぐらいサウナの本書いてるんですけど、すごいよねこれ。そう、それで3年ぐらい前に連絡来て、いやなんか球場にサウナ作りたいと。最初びっくりした。いや最初びっくりした、みたいな。どんなの作るんですかって言ったらね、総工費このぐらいで、こういうもんでこのぐらいのスタジアムになるんですけど、みたいな。であれ作ってったんですよね。いやだから総工費600億、600億全部でね。いや、すごいね。金利までいったら1000何百億になっちゃってるから、あの周りもなんかいろんなね、幼稚園があったりとか、マンション建てたりとか、あれなんかやっぱ普通の球場じゃなくて、なんか野球やってない時も楽しい球場を作りたいっていうのが、前澤さんたちあのファイターズのね、球団側があったみたいで、やっぱりあの愛があるね。やっぱりこう、そこの町に何もないところから、まあ一人さん的に言うとね、無から有を生むっていうやつなんだけどね、そういう中においては一つのね、町を活性化させることにもなっちゃったしね。あれさ、人数すごい入るじゃないですか。温泉も掘っちゃったって。温泉も掘っちゃった。だからモール温泉大好きなやつさ。モール温泉ってね、植物温泉でなかなかないんですね。まあちなみに大ちゃんと私は北海道出身なんです。トカチなんかはモール温泉で、あの美人の湯って言われてて、外国行ったら温泉出ないから飲むだけしか出ないんですよ。その飲むお湯に入っているってことがすごいって外人に言われたことありましたけどね。確かに。やっぱり掘ったんですか？温泉も、1300m ぐらいで当たって、大体そのくらいだよね、1300から1500。そうそう、あとは本当にあれ画期的なのは、老若男女水着で入れるサウナね。男性用女性用って分かれてるじゃないの？そう、サウナは
一緒なの。あ、うん、混浴ですね。混浴変な意味じゃん、健康的に楽しいですね。そうそう、だってまあお互いにあの水着だからさ、海に行ってるような気分でね。そう、そこでわーわー感染して。だって私サウナだけでも暑いのに。そう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 、そこ来てたね。うわーってやったらもう暑すぎね。少しお年を召した方お気をつけくださいみたいな。ちょっと外出てからもう一回入ってくださいみたいな ね、うん、結構だからね、いろんなことあったけど、はい、法律とか条例の縛りとかを乗り越えたりだとか、はいはいはい、あとはそんなの野球場にそれ作ってどうすんのみたいな、サウナあってどうすんのみたいなところもあったけど、まあ、結果やっぱり良かったというか。だからさ、前澤さんがさ、うん、進んでたね。Yeah. やっぱり先駆けて読み取る力っていうのあるよね、うんうん、だってさ、一つの球場が人集まるんだから、うん、そこをなんとか活性化したいっていうのだったと思うし、うんうん、そこを利用しない手はないって、うん、商人なら思うかも ね。いや、そしてさ、これからさ、ステータスだよね、うん、サウナもみんなで入れるけど、うん、そこにホテルもついてるでしょ。ついてるし、温泉もついちゃってるし、うん、食べたりするところもいっぱいあって、うんうん、ビール、うん、だから自分のところのビールだっけ、うん、地ビールもある。地ビール、うん、それもなんかタンク見てたよ、見た、見たいなーみたいな感じですね。じゃあ大ちゃんはそのサウナ作るとき一番意識したのは何だったの？いや、だから結局は絶対的に野球はちゃんと見えるようにしようというか、もうできる限り見えるようにするのと、あとね、なんかね、スタンディングエリアの、え、サウナの中に、サウナで座るもんでしょ。そうだけど、立ってボーってなんかやりたくなるじゃない、うん、あれは結構面白いよ。面白い、ね、面白い。今度絶対私見たいだし。そう、あとあの手すりがパッとなったりね背中こうつけるとかパッとなったり。あ、パッとね。まあでもそれは遊び心満載だ ね。そう、ぜひちょっと来てください。ね、皆さん来てくださいって言う前に押しかけると思いますけどね、皆さんもね。そしてちょっと聞いたんですけど、うん、年間さ、700回サウナ入ってるって、うん、700回は入ってる、もう余裕あのね、それやつれない。いやいやいや、顔洗うみたいにサウナ入るあの本当にね、大ちゃんサウナ大好きなんだよね、うん、そうね、うん、そうそう、大ちゃんとね、うん、私の出会いなんですけど、うん、札幌で、あの、岡ちゃんって言ってね、岡ちゃんね、岡ちゃん、幸寛さんなんですけど、岡、うん、ちゃんに紹介されたのが大ちゃんで、うんうん、他のメンバー紹介されたんですけど、うんうん、はっきり言ってみんなふわふわなね、本当にふわふわ族でしたね私なんか溶け込むようにね、もう馴染んじゃったんですね、うん、それで今思えると、うん、大ちゃんも本当ビッグになって、いや今このね、エスコンフィールドでね、世界的にプロデューサーとして有名になっちゃったんで、うんうん、どっか世界的に球場建てたい時は絶対呼ばれるかもしれない ね、そのくらいもうビッグになっちゃったんだけど、うんうん、まあ、その頃のメンバーさ、うん、みんなね、うん、ビッグになってるよ ね。すごいなと思ってて、うん、なんとここでちょっと言いたいんです、うん、エミちゃんのふわふわの法則の第2弾の方に、え、ひとりさんと私の会話の中に大ちゃん登場してるんです。ありがとうございます。はい、その時コメントがさ、私とひとりさんの方に出るのが夢だったなって言ってくれちゃってね、うん、私なんかもう涙ぐんじゃったんだよね大ちゃんもね、ひとりさんの方いっぱい読んでんだよね、うん、いやもうめちゃくちゃ読んでた、今も読んでるけど、うん、まあ、本当ひとりさんのね、うん、本でね、相当僕も変わったというかね。いやー、あの本当に大ちゃんは努力家だなと思った、うん、あのふわふわでもさ、うん、うちらのふわふわ族ってさちゃんと努力してるよねちゃんとね、ふわふわしてるようなんだけど、しっかり抑えてるっていうか、しかもみんな好きなことやってるね、やってるやってる、そう、大ちゃんもさ、うん、私覚えてるんですよ、皆さん出会った時からさちょっと行ってくるからって、なんか全然名前わかんない国に行くみたいな、ね、それで、うん、このパスポートこれだけで行っちゃうんですよパスポートの中にね、クレジットカードとかね、全部入ってんだよ、お金とか入ってるね、そう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 、ちゃんとゴムついてるそうそうそう、落ちないようにね、それでね、すごいの、今思えばこれもちょっと行ってくるって言って、近所の銭湯行くんじゃないんだよってくらいの感覚でいつも行くの、それで何日間か行ってくるからって、うんうん、ちょっとがなんかすごい国行ってんだよね。でね、いろんな国にね、サウナいっぱい入ったんですよ、そうそう、いろんなサウナ入りに行ってたな、もうそういう人なんですよだけどちゃんと行ってやってたんだよね、うん、そうで、好きなことだったんでしょ、そうサウナ、サウナ大好きだったので、そのサウナきっかけ何なの？なんかね、もうちっちゃい頃から
あのね、水風呂も好きだったんですよね。だからサウナ入って、水風呂入ってこう吐く息が冷たくなる感じが好きで、それが好きなもんだから、札幌にいろんな人来るじゃないですか。そうそうそう。大ちゃん大ちゃんって遊びに行くわとか言って来ると、昼ラーメン食べに連れてってね、夜お寿司行くじゃない。その間に全員サウナ連れてってたんでね。そこでサウナの入り方を、水風呂みんな嫌いだって言うから、サウナ入ってこうね、水風呂入って吐く息が冷たくなるのが気持ちいいんですよとかつって、そういう風な感じで大ちゃんとか行くとみんなサウナ入れられるなみたいな感じな。あの私もね、うちのマンションにスパがあるんですよ、新しい人たちに教えちゃったりしてて、ね、余計なお世話なんだけど、ね、ちょっとこういう風にした方がいいから、あ、本当楽になりましたとか言っててさ、私あの自分のサウナにあるロウリュね、あるんだけど、ここないから、植木のね、台あるでしょ、あれ持ってってお水入れて蒸発だみたいな。すごい味、自分でね、自家流ですね。自家流ね。でもさ、そういうちゃんと入り方を知ってるともう全然違うもんね。違う違う。じゃあちょっと基本的にちょっとサウナの入り方、サウナの入り方はやっぱりまず無理しないで入る、これも出たいなと思ったら、水風呂にね、入るんだけど、一気に入れないでしょ、だって冷たく、でも、手が一番冷たく感じるから、大体みんな手でこうバシャバシャってやって冷たってなって、水風呂入れないわってなっちゃうんだけど、で手を出すと寒く感じない、あんまり。それ知らなかった、で手をこう下げると冷たく感じるんですよ、ここが一番感度が高いからね、でそんなようなことを教えながら入れていくと、大体その時にもう30秒ぐらい経ってる、十分に使ってる、そうしたらそしたら30秒ぐらいで、大体人間の血液って一巡ぐらいするんです、30秒以上でね、だから30秒ぐらいすると温度の羽衣って言って、こうね、温度が自分と水風呂の間に数ミリの膜みたいのができる感覚があるんですよ、なんか冷たさが感じたことある、あれみたいな、そこが気持ちいいというか、あるかもしれない、それ30秒後ぐらいに大体来る、でその後になんかね、吐く息がちょっと冷たく感じたりするんだけど、そこまで待つと、ちょっと頑張ってみる、そうやって整えていくんですね、そうあとは呼吸がさ乱れるけど、20秒ぐらいすると落ち着いてくから、こうってなんないで、はぁはぁってこう体をね、確かにそう、ゆっくり水風呂に自分を合わせていくというかね、要するに水風呂の向こう側にね、この整いというかね、そう向こう側があるんだ、だから今サウナーが言う整うみたいなことは水風呂の向こう側にあるわけですよ、サウナ入っただけじゃダメなんだ、ダメ、整わないんだね、そう、いやでもね、一応ね、今のサウナ界で言われてるのは、そのサウナ水風呂入って水風呂の向こう側に行くときにこうちゃんとこの水滴を濡れたタオルで拭き取る、そう、絞って固く絞って濡れたタオルで拭き取る、これ乾いたタオルで拭いちゃうと、また汗出しちゃうんですよ、気化熱でこう冷やしていくというか、ちょっと水滴がある状態でこう黙ってると、こう産毛がね、一本一本こうね、ピン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 ってね、立ってくる感覚がある、肌の感覚がすごい研ぎ澄まされていって、それを外気浴なんて言って、内気浴とか外気浴って言って、外の空気に触れると外気浴なんて言うんですけど、その空気がこう体にね、サササってなった時に地球の愛を感じるわけですよ、これに入ってました、これ、そう、地球の愛を感じる、地球の愛ですね、裸だから感じる愛だね、裸だから感じる、深いね、そうサウナって、そうだから、まあサウナ、水風呂、休憩、これで1セットだよっていうのをね、私結構3セットぐらい入ってるんですけど、その休館ちょっと抜かしてたとこあったね、なるほどね、水風呂入ってちょっと休憩してすぐ入っちゃうみたいなのがあったんだけど、いやちょっとこの地球のね、空気感を感じてみたいな、波動ね、今度ね、いやもう、そして大ちゃんが、私一番言いたいことがあったのね、皆さんに、それはね、世界中回ってたじゃない、大ちゃん、あっち行っても何十カ国でしょ、40何カ国ぐらいでしょ、そのうちにさ、最近の SNS っていうことで出してたりしてたらさ、ドイツとかさ、フィンランドとか、ほんとサウナ大国から注目浴びちゃってさ、変なやつがいるぞみたいな、注目されるだけでもすごいじゃん、大手メーカーから、でそっからまたね、大ちゃんのね、展開も変わってきたりして、確かに確かに、なんか今ね、その世界で一番サウナ機器を売ってるブランドのね、ワールドアンバサダーみたいなになったの。世界初ちょっとすごい、すごいよね、なんかさ、日ハムのあのスタジオから大谷翔平と松尾大が行っちゃったね。世界初です、こんなこともあんだなと思ってね、まあでもさ、私思うんだけどね、大ちゃんは自分の心に素直だったなと思うの、それはさ、いろんな国に行ったりいろいろした時にいろんな道をたどったと思うんだよね、それでいろいろお商売もやってたじゃない、だけど結局大
ちゃんが一番大好きだったサウナの道を諦めずやり続けた結果頂点に上がっていくっていうことでね、私はさ今ね思うんですよ、皆さんにね子供たちとかねみんなにも言いなよっていうの、好きなことをやるんだよって、でそれが楽しいよって、楽しかったら大変な時も続けられるじゃない、その間どうだった？やっぱり楽しかった。いやー楽しかったね。今回ね、あそこのね、日ハムのね、スコーフィールドももうそうだし、いろんなあの、まあその前にやっぱプロデュースさせてもらってたから、エスコンさんっていうかね、ファイターズさんからもあれだったけど、ずっとなんかこうゲラゲラ笑いながらこうなったらいいなみたいなことをやってきたけど、今までそれが結構やっぱり現実的になったりしてね、すごい楽しかった、ね、思いは形になるってやつだよ ね完全に、今日もねあの日会って喋ってた時にね、いや面白かったんだよって言ってたからそれがないとダメだよ ねやっぱ苦しくて立てたものはやっぱダメなんだよね楽しくて面白いなっていう波動が、はい、サウナの木の一つ一つに入ってんじゃないかと、あそこの部屋自体のエネルギーになってて、そしてまた前澤さんのビッグなその街づくりをしようとした中の一環になってね、みんなのさエネルギーが集まって WBC 一緒じゃない、ね、神業だと思いますね、いやそれで大ちゃんね、新しいことやるときってさ、絶対に邪魔っていうんじゃないけど、反対する人たちあるじゃないですか、その時大ちゃんってどういう乗り越え方したのかな。いやでもどうなんだ。でもねやっぱりねあった、 SNS で叩かれたりとかね。あ、そんなのあったの？ある、全然ある。その時はやっぱり本当にね、ひとりさんとかゆめこさんの考え方、向かい風で上昇気流とか、あとやっぱり僕がよくいつも思うのはやっぱりこれいろんな人にも言うけど、やっぱ、でサッカーの試合だってね、ゴールキーパーいないで敵がいないと面白くないっていうね、ゲーム感覚ですね。そうそうだよね。だからなんかそういうのはやっぱり何しそうと思う時もあるけど、楽しんでやってたよね。結構あったよ、普通にほら今までサウナのおじさんたちというかね、なんだこいつなんかパーティーピープルみたいなやつが来たなみたいなさパーティーピーポーでもなんでもないんだけど、俺座って汗かいてるだけのおじさんなんだけどね、俺もねそこがね、大ちゃん神に選ばれたんだよ、まあ、いつもひとりさんが言ってるね、神が味方する考え方だよね、だから本当に何があろうかがむしゃらにね、楽しくやっちゃうっていう、でもうその相手をさ、ゲームにしちゃうってとこさ、ね、もう全くひとりさんどうですね、ひとりさんどうだね。いやもう実践で生かしていただき、生かしていただき、ありがとうございます。あのひとり師匠に会ったら言っときます本当にね、あの面白いのね、大ちゃんってね、ひとりさんと一番最初会った時にめちゃくちゃ何も喋んないのに汗かいてて、そうあれさ、サウナを物語ってたのかな、ひとりさんに会ってすっげえ汗かいちゃってるんだけど、あの時ほど汗かいたことないってぐらい汗かいてたもので、お母ちゃんにね、聞いたらね、いや、大ちゃんあんなこと珍しいって言ってどうしたんだろうってお母ちゃんも言っちゃってだけど、ぽつりとね、ひとりさんがその後言ってたこと思い出したんですよ、あいつはなんだかんで言っても気骨がある、絶対思いは岩をも通していくよって言ってたことを思い出して、やっぱりあの時の汗かいたのサウナ堂に繋がったなっていうことでさ、本当にこれからもね、大ちゃんいろんなところのね、プロデュースしてるじゃない。やってる、今やってますよ。最近の面白いのはさ、サウナのところにさ、お水をね、前はやったら電気壊れるって言ったけど、壊れないようなのできてきてるよね。できてきてたり、やっぱそういうね、施設が増えてきてる。みんなやっぱそれを求めてんだなっていうの分かったから、ていうか汗出ないと辛いもんね、そうだから本当、今まで乾きすぎてってヒリヒリするような、そうヒリヒリして痛くてすぐ出ちゃって、そうサウナの良さ分かって出ちゃうんだよ。本当サウナね、やっぱねもっと心地いいもんだから、ウェット&マイルドで。ということで今回ね、大ちゃんのお話を聞きましたけど、もうえみちゃんもね本当にね、やる気満々になっちゃってねもうお互いのファイターだからね、アキンドファイターだから、そう本当に私たちはここからますますね、上を目指してね、新しいことに挑戦していこうね、はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、嬉しい報告です。ありがとうございます。感謝します。どうもどうも、さよなら。今聞いたさよなら流行るかも。すごいよ、会社の名前が TTNE だけど、ととのえって書いてありますということで今回のお話良かったと思う方はチャンネル登録といいねとシェアもよろしくお願いします。それからまたコメントもお願いします。
皆さんもサウナ入ったことある人いると思うんですね。それからこれから入りたいよっていうね、そういう方もいると思います。ぜひこちらの方にコメントお寄せください。まただいちゃんの方にも報告させていただきます ね、よろしくね、はい、じゃあねサウナー、はい、サウナラー、サウナラー。